こんにちは、永井龍之介です。本年この永井画廊が銀座回廊50周年というメモリアルイヤーを迎えました。そこでこの YouTube をですね、新たにリニューアルしました。新しい名前が鑑定士永井龍之介のアート探求サロンです。そしてこの新しい YouTube で皆様に改めてこの美術の楽しさをお伝えしていきたいと思います。そして今回からアートな世界を案内していただくのがこちらです。永井先生、50周年おめでとうございます。どうもありがとうございます。こちらのシンディさんとともに皆様にこのアートの世界をご案内していきたいと思います。永井画廊の50周年にこんな素敵な方々からお祝いのコメントが届いてますよ。永井さん、50周年おめでとうございます。永井さんとはですね、何でも鑑定団でお世話になりました。やはりですね、永井さんの審美眼ですね、物を見る目、素晴らしいです。ぜひ60年、70年、80年、100年と続けていってくださいね。北原照久でした。千住博史です。永井さん、50周年本当におめでとうございます。軽井沢千住博史美術館も、立ち上げは永井さんが一社で本当に全力で、関わってくださいました。本当に感謝をいたしております。私の主要な画業は永井さん抜きには本当に語れません。日本に多くの画廊がありますけれども、永井さんこそ日本の本当の一流の代表格だと私はずっと思っています。これからもどうぞよろしくお願いいたします。本当におめでとうございます。開業50周年おめでとうございます。画廊、そして画商という仕事は今本当に一人一人の好みが変わる、つまり多様化の時代ですよね。そんな中で美というものをどうやって紹介していくのか、50年を境にますます立派な永井画廊であるように、そして立派な画商であるようにお祈りしています。頑張ってください。素敵なメッセージどうもありがとうございます。石坂さんと北原さんはね、鑑定団時代に、ご一緒させていただいて大変お世話になりました。大変ご無沙汰してますけれども、今回本当に素晴らしいメッセージをいただき、改めて感謝を申し上げます。先生、本当におめでとうございます。先生は何でも鑑定団をやられてたということなんですけど、どれくらいやられてたんですか？何でも鑑定団、今でも続いている人気番組なんですけど、1994年から番組始まって、私は、1996年からね、私が生まれる年の1年前です。あ、そっか。はい、最初の10年間はイレギュラーって。あ、ね、ちょうど先生の写真ですね。そうで、まさにね、これ鑑定団でした時の写真で。でもあんま変わらないですね。最初の10年間は絵画担当鑑定士ということでね、後半の10年はもうレギュラーで、絵が出ても出なくてもこういう感じで座って、すごいレギュラー参加してました。トータル20年。今回お父さんに伝えたところ、先生のことを知ってるって言っていて、一緒に仕事させていただけることを一番喜んでたのは実は父です。はい、ありがとうございます。どうもありがとうございます。家の中でお宝探したりしたんですけど、全然お宝になりそうなものなくて、ガラクタしかないなみたいな気持ちです。これがシンディがお宝になる。あ、そういうこと。あ、うまいですね、本当。永井画廊は先生のお父様が始められたそうですよね。そうですね。父がですね、1971年に独立をして、1973年、昭和48年にね、永井画廊として銀座でスタートしました。ちょうどこちらの写真がですね、父のちょうどこれ50歳の頃ですかね。50歳、もっと若く見えますね。はい、そうですね。すごいなんかダンディーな雰囲気が、なんかワイングラス片手に今でも持ちそうな感じが出てますね。これがですね、画廊ではね、今でもやりますけれども、展覧会の初日にね、オープニングパーティーということでお客さんを招いて、そこで作家と懇談をしながら皆さんでこの盛り上げようということをよくやるんですけど、ちょうどこれ始まった当初のオープニングパーティーの様子ですね。これいいのが父なんですけどね。あ、こちらですね。お父様は当時からそういう画家の方とかとの交流とかお知り合いは多かったんですか？そうですね、最も親しくお付き合いをしていたのが丸木位里・丸木俊というご夫妻です。原爆の図というね、連作でも世界的にも知られた日本を代表するお二人なんですけれども、ちょうどこちらの
写真がですね、これ会食してるとこなんです。すごいですね、なんか富が象徴されているような写真なんかすごいなんかすごくやっぱお金持ってそうだなっていうイメージが写真から伝わってきます。どんな絵とかを描くんですか？はい、丸木位里さんはあの水墨画なんです。で、山水画を描かれていた。で、奥さんのトシさんがですね、油絵で花の絵とか人物とか風景、非常に愛らしい作品を数多く残された2人なんですね。はい、あと今ですね、あの手元に実はご夫妻のそれぞれの作品がありますので、ちょっとご紹介しますね。楽しみです。はい、この奥さんの丸木トシさんが描いたこれ油絵なんですけれども、これ聖母子像ですよね。これマリア様とキリスト、キリストですね。二人の思いがですね、この、生きとし生けるものというかね、愛と平和のメッセージということで、非常に温かい眼差しでね、人間たちとか生物とか花に対しての思いを込めた絵をたくさん描かれています。非常にこれ思いがこもったいい作品だと思いますけどね。素敵ですね。なんか力強さも感じます。はい、それからあの丸木位里さんが水墨山水なんですけど、位里さんはですね、本当に戦前から高く評価されてた方なんですけれども、おそらくあの水墨画というジャンルではですね、私は20世紀をもう代表する日本のトップの画家ではなかったかなと。丸木位里さんがね、実は広島ご出身ということで、丸木夫妻といえば、まあ、原爆の図で知られてるんですけれども、トシさんが人物を描く、そして位里さんがその背景を水墨で描くということで、2人でまあ共同制作ですね。素敵なあの2人です。まあ、これ連作ね、大作で連作ですから何年もかかったんですけれども、これがおそらく20世紀のですね、日本を代表する今名画としてね、世界的にも知られたお二人ですね。お父様が画廊を始めると聞いたとき、先生はどう思ったんですか？ある画廊に勤めてたんですけど、そこからも独立するって流れになったんですが、これはちょうどね、これ家族の写真なんですけど。あ、家族写真ですか？これ妹がね、ちょっと中学入った時の家族集合写真で、私がちょうど高1の時ですね。まさか画廊をやるって、みんな、まあ母もそうなんですけど、みんな家族的にびっくりして、という感じもありましたけど、でも父はもう自分思ったらね、もう突き進むと、もう自分でやりたいことをやるっていう性格なので、これはもう本人の思いで任せるしかないかなということでね、見てましたね。はい、ちなみに先生ご自身は美術には興味とか関心はあったんですか？もちろんですね。実はうちの自宅のですね、隣が絵の先生でね、それこそ私年長の頃からね、中学生ぐらいまで通ってたんですよ。父が本当に芸術に思いがあった方なので、絶えず身近にね、そういう美術全集とかですね、もちろん絵も何点かね、身近にあったりしてよく見てたので、非常にそれに対する思いというのは当然私の中にありました。はい、ただ父がやってたことをなんかそのまま継ぐということに対する、まあ若い頃の、まあ、反抗心ではないですけど、なかなかすんなりやるっていうことにね、ならないんですね。敷かれたレールが嫌だっていう反抗心ですね。なるほど反抗期、まあ、自分の道を開拓したいみたいなことですね。まあ、父もそれでやってきた人なんでね、まあ、どっちかとすごく似てますね。でもやっぱ似てますね、こうやって並んでるとそうです、ね。はい、これちょうど私がね、これ大学生の時ですね、大学2年か3年の頃。イケイケですね、なんか継いだことに対しては何かきっかけはあったんですか？実はその一般企業に勤めたんですね。でただ折々にやっぱり美術も好きでしたし、まあ、美術館に行ったり、まあ、画廊でも先ほど紹介したようによくオープニングパーティーなんかやってましたから、たまにまあ覗いたりしてね、やっぱりビジネスとして本当にその美術、しかも自分の好きなことでね、ビジネスができるってちょうどそういう時代でしたのでね、非常にこれはビジネスとしても面白いなということで一緒にやるようになったんですけどね。はい、銀座というと画廊がすごく集まっているイメージがあるんですけど、銀座に集中して画廊があるのは何か理由とかはあったりするんですか？いくつか理由があるんですけれども、銀座で最も有名で古い老舗のお店というと資生堂があるんですけど。はい、資生堂わかります。実は、ね、ギャラリーの歴史からいくと資生堂がですね、銀座で最初のギャラリーなんです。資生堂という会社の中でのギャラリーの部門があって、いわば文化を発信する資生堂なんですね。はい、ですからもう資生堂ギャラリーがもう100年以上になってます。昭和30年代40年代高度成長の流れの中で、まあ、銀座に画廊が集まるようになった。でもう一つの大きな理由がですね、今でこそ個人の方でも絵をたくさん買うような時代ですけれど、以前はですね、やはりその会社ね、まあ、美術館であるとかいわゆる法人が買うことが多くて、本社がやっぱ銀座を中心に近くに多かったんですね。法人の方がお客さんでとして来られたり、こちらもお届けするのに非常に利便性もあったとい
というところで、やっぱり銀座に画廊が集中して集まったっていうのが大きなところ話だと思いますね。なるほど、じゃあもうめちゃくちゃ簡単に言うと、お金持ちが集まってる街だから銀座に多いみたいな、まあ、そういうイメージ。あ、なるほど、分かりやすいです。銀座っていうな、地名もね、銀の座ですから。確かに、なんかお金が湧いてきそうな感じがしますもんね。そもそも画商ってどういうお仕事をされてるのかをちょっと聞かせていただきたいです。はい、今銀でたくさん画廊があるという話をしました。で、実は大きく分けるとですね、企画画廊と貸し画廊っていうのがあって、いわゆる貸し画廊っていうのは作家がね、そこでお金を出して場所を借りてやるっていうスタイルですね。で、企画画廊っていうのは一番大きなのがですね、やっぱり大きくお金が動くのが美術館であるとかね、大きな大企業などが有名な作家の絵を求めるということが多いので、まあ、そういったものを収めるとかですね、まあ、うちも企画画廊なんですけれども、毎月そのいろんな作家の展覧会をやります。で、展覧会をやることで現代作家の、ね、作品を普及していくと、その作家を少しずつ売り出していくということがまず2つ目になります。そしてもう一つがですね、無名作家あるいは若手作家の発掘ですね。あ、発掘もなんですね。ですね、これ極めて実は画廊の仕事として重要なことで、今有名な人でも最初から有名であったわけではなくて、いや、そうですよね。そう、うん、そういったものをフォローする人がいることで、まあ、普及していくわけですね。よく私今まで言っているのが、画商の仕事のですね、一番大きな仕事として美の第一発見者でありたいといつも思っていて、あ、素敵。そこからね、それを見出して、いわば、まあ、金の卵ですけどね、うんうん、そうした人を時間をかけてね、普及させていく、これある意味で画商の仕事の醍醐味というかね、ということがあるんですけれども、もともとあるものを買ったり見つけてくるだけじゃなくて、新しくゼロから1を作ることもやってるってことですね。だから例えばね、シンディをモデルにいろんな画家に絵を描いてもらって、それをなんか展示会するとなんか、ね、めちゃくちゃ楽しそうですね。多分立候補って描きたいって人も結構出てくるんじゃないかな。いや、絵としてずっと生き続けることができるってことですよね。そうですね、美しさをもとに、はい、いや、ぜひお願いしたいです。いいですよね、はい、楽しそう、うん、ぜひ実行してください。これやりましょう。はい、お願いします。アート界の M1 を目指してるんですよ。シンディもともとバスガイドやってたんですってね。はい、実はそうなんです。高校3年生の夏ですね、体から30センチの腫瘍が見つかって、私まだまだやりたいことたくさんあったのに、なんでこんな早く死ななきゃいけないんだろうっていうの。今回おすすめの作品はこちらの作品ですね、千住博さんの最新作ウォーターフォールオンカラーズの中の一点です。実は昨年長井画廊で12月に千住さんの展覧会を開催しました。その時に最新作ということでこのカラーシリーズが展示されたんですけれども、千住さんといえばウォーターフォールですね。で、実はこの2022年からですね、新しいシリーズとしてその背景が実はカラーになってきました。今までのウォーターフォールはですね、表から見たウォーターフォールなんですけれども、このカラーズシリーズはいわばその滝の中に、中から見た景色ということで、こういうシリーズが出てきました。自然界はですね、色彩に満ちてるんですね。色彩に満ちたイメージを逆に滝の中に入ることで、より一層リアルな形でのウォーターフォールの表現ということで展開が始まっています。なかなかウォーターフォールシリーズは人気はありますけど、このカラーズシリーズはまだまだこれからということでね、非常に楽しみな作品です。で、この作品はですね、今発表価格は1370万円ということで、ご案内をしています。ご希望がありましたら長井画廊までお問い合わせをください。